皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。テーマパーク、映画、アニメ、グッズなど絶大な人気とファンを誇るディズニー、創始者であるウォルト・ディズニーが現在のウォルト・ディズニー・カンパニーを設立してから2022年10月で100年が経とうとしています。ディズニー・カンパニーが現地日本法人を設立し日本の市場に参入したのが1959年、2002年8月に現在の社名であるウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社に名前を変更し、さまざまなコンテンツを生み出しています。そんなディズニーにおいて世界でもディズニーをこよなく愛するファンのための一大イベント、 D23 エキスポをご存知でしょうか。世界最大のディズニー公式ファンクラブ D23 に加入している人が参加可能なイベントで、2009年から年に一度開催されています。2022年は D23 エキスポ2022が9月9日から9月11日の3日間、アメリカのカリフォルニア州アナハイムにて大々的に行われました。そしてこのイベント中にディズニーのコンテンツ担当者と韓国の記者団が面会をしているのですが、その際にディズニー本社の代表でありコンテンツ戦略総括のキャロル・チョイ氏が日本と韓国を比較したような発言をしました。この発言に対し海外の人々から謎主張と言われるほど驚く声と様々なコメントが相次ぐ騒ぎとなりました。今回はディズニー幹部の発言に関する話題とそれに対する外国人たちの反応を私花の心が紹介していきますので、最後までよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。 D23 エキスポ2022のイベント中にキャロル・チョイ氏とともに韓国の記者団と面会をしたインターナショナルコンテンツ&オペレーション会長のレベッカ・キャンベル氏は、グローバル性や地域的観点から見てディズニーが手掛ける韓国作品は全て素晴らしいコンテンツだという発言をしています。さらにキャロル・チョイ氏がある特定のコンテンツが一国にとどまらず垣根を越えてさまざまなところで愛され共感を呼ぶテーマの選出という拡張力の面では日本よりも韓国の方が優秀という発言をしたとのこと。それぞれの発言に関して当事者である韓国の文化放送 MBC が韓国国内で報じたところ、韓国のネットユーザーからはさまざまな声が届きました。早速そのコメントの一部を見ていきましょう。確かに日本人特有の感性を感じて楽しみたい部分もあるけれど、日本作品が世界に対して拡張性があるかは別問題だよね。マンファとかウェブトゥーンの人気も出てきてるし、かつては日本が言われてた漫画強国の名も韓国のものになったよね。あとはゲームのキャラクター事業で日本を越せばいい。日本は孤立した島国だからね。感性も個性的になっているから世界市場で共感を得るのは難しいんじゃないか。現状ディズニーとかのコンテンツの他にもあらゆる分野において韓国は日本を超えているからね。 K-POP は言うまでもないし、五輪とかのスポーツにおいてもね。韓国が日本に負けているのは総人口数くらいなんじゃないか。確かに日本でも以前は少女時代やカラ、東方神起などのアーティストグループが K-POP として日本で流行ったり、ヨン様ことペヨンジュンなど韓流スターがお茶の間で騒がれていたのも事実です。現在であれば韓国の男性7人組グループ BTS が数々の賞を受賞し、もはや K-POP で世界の頂点にいるとも言われているほど。またネットフリックスドラマ「イカゲーム」に主演した韓国俳優イ・ジョンジェがテレビドラマや番組に贈られる最も権威ある賞のエミー賞を受賞。
監督賞を含む6冠を達成するなどしています。これほどまでの評価と影響力を持つ韓国の作品、しかし韓国を除いた海外からのコメントは異なる意見のものが多くありました。次はそんな声を見てみましょう。数々の日本のアニメや漫画の作品が世界中の子供に影響を与えてきたことを知らない？なんなら今でも影響を与え続けてるくらいなのに。あらゆる面において K-POP よりも J-POP の方がはるかにいいと思うけどな。アニメとか日本のコンテンツってニッチなものが多いから、外国人である僕らには手にするのがなかなか難しいなって思う時はあるかな。もともと日本のものは世界に向けて万人受けするようなものは作っていないよね。私は最初から世界を狙ったようなものは好きにはなれないから、それでいいと思ってるけども。アニメは全てにおいて日本が勝ってるぞ。日本よりも韓国の方が優れてると感じるものはドラマかな。ストーリー自体は日本のドラマもいいんだけど、役者の演技に関しては大げさになってるのが気になるよ。あと、いらないシーンを勝手に付け加えちゃうのも良くないね。役者は報われないよ。アニメは何にも負けてないし、他にも漫画、ゲーム、小説の分野でも日本の方が圧倒的に上。音楽に関してはクオリティも世界的な人気も互角なんじゃないか。そもそも日本の作品のほとんどは世界に向けたものじゃないよね。あくまで他を意識しておらず、国内に向けて作られているからといってそれが他国よりも劣っているという認識になってしまうの？日本のコンテンツは10代から20代の若い世代をターゲットにしてるのが多いんだよ。無理して海外人気を取りに行ってるわけじゃない。僕は今の日本のアニメや漫画がとても好きだ。家族みんなで見ることができる平和なものが正しい作品のあり方だとは思わないね。正しい価値観であることが正しいとは限らないんだから。コメントの内容として特に多いのが、日本は海外向けにコンテンツを作っていない、日本の作品の方が優れている、アニメや漫画においては日本のものが特に好き、この3点でしょうか。もともと日本のアニメや漫画が好きで、日本に訪れている外国人も多く、日本のアニメ、漫画、聞いてはそのキャラクターたちは海外で絶大な人気を誇るものが多いです。一時期はコロナ禍によって訪日外国人の数も減少し、街中で外国人を見ることは減っていましたが、最近は規制も緩和してきて日本を訪れる外国人が目に入るようになりました。また今回騒ぎとなった世界的な共感を呼ぶテーマの選出や拡張性は日本よりも韓国の方が優れているという発言が出ることになった理由について考えてみました。1、テーマについて。日本のコンテンツは愛、友情、絆、真実、希望といったものや自分らしさにフォーカスしたものが多い。対して韓国のコンテンツは世界に向けられているため、貧富の格差、罪と罰など社会問題に関するテーマが多い。2、市場について。なぜ韓国はテーマからして世界に向けたものになっているのでしょうか。仮にせっかくいい作品があったとしても、コンテンツ市場の規模が小さいとうまく活かすことができません。世界の文化コンテンツ市場の順位のデータを見てみると、1位アメリカ、2位中国、3位日本となっていて、韓国は7位となっています。市場規模で見ると日本は韓国市場と比較して約3倍も市場が大きいということがわかります。日本は国内市場だけでも十分大きいので国内向けのコンテンツを売り出していけますが、韓国は自国の市場のみでは少々小さいため、世界を視野に入れたテーマを選定しコンテンツを制作しているということがわかります。ここでさらにキャロル・チョイ氏の発言に対する
海外の反応を見てみましょう。絶対日本の方がはるかに優れてるね。それぞれの国々で得意分野ってのはあるはずだけど、そこを考慮しても日本の方があらゆる面で優れていると思うよ。最近のマンファはいいと思えるものが増えてきたのはわかるけど、まだまだ日本の漫画と比較したらそのレベルには追いついていないと思う。日本の作品にグローバル性がないだって？第一、そんな指摘は正しくないし、何においても日本が越されているなんてことはないよ。話題になってるイカゲームは何のパクリと言われてるか知ってるかい？日本の今和の国のアリスのパクリなんだよ。日本はオリジナルのジャンル開拓やテーマがたくさんあるのに対して、韓国はどうなんだ？みんなのための作品じゃないのが日本の強みなんだよね。この発言を知ったとき、正直そんな認識になっていることに愕然としてしまったよ。いつかはその認識が間違っていることに気がつくんだろうけどね。日本のアニメは世界で見ても群を抜いて素晴らしいものだよ。他の国とは比較にならない何光年も離れたところに君臨してるよ。ドラマが韓国の方が優れてるとするのはわかる。でも他の分野は日本が圧勝してる。韓国の世界をターゲットにするっていうスタンスを否定するわけじゃないし、全然いいと思う。ただ日本はあくまでも日本人を相手にすることにこだわって作っているから、特有の味が出て価値が生まれてるんだと思ってる。直球だけど、この人が言いたいのはどっちがいいかじゃなくて、どっちがよりお金になるかって話なんじゃないの？野菜は体にいいけど、ジャンキーな食べ物の方が受け入れられやすい的な。韓国のものは何かを真似してることが多いよね。特に日本の。日本のコンテンツの影響を受けてない韓国独自の面白いコンテンツがあるなら教えてくれ。ちなみに今回のキャロル・チョイ氏の発言に関して、公式ではなく個人的な意見だろう。相手が韓国の記者団である本人たちと話していたから出た言葉と考えているコメントも散見されました。また余談となりますが、ディズニー公式世界最大のファンクラブの D23 の由来は、ウォルト・ディズニーが会社を創設した年である1923年から来ているそうです。ファンイベントの D23 エキスポは基本アメリカのアナハイムで開催されますが、実は日本独自の要素を加えて日本でも開催しています。これまで2013年、2015年、2018年と3回行われ、アメリカ以外でファンイベントが開催されたのは日本が初となったようです。ここだけ聞いても日本の市場規模がどれだけ大きいのかわかりますね。いかがでしたか？海外の方々からのコメントで日本のアニメや漫画、ゲームに対する愛が伝わってくるような気がしますね。ぜひ今回の内容についてコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。